これ見えるかな。じゃあ手元映してるんですけど、デンラップさんのこれ見て、ほら繋がってるみたいな、手伸びてるみたいになってるでしょ。この2個を使うことによって、ほら、デンラップのアームカバーなんですけれども、これ僕がね普段いつも使ってるやつなんですよ。その僕がいつも普段使いまくってるのを見て、なんとダンロップさんからお声掛けいただきまして、今回このような配信をさせていただくことになりました。ありがとうございます。で、まあ僕がねいつも使ってるんで、まあ普段通りゲームすることもいいなと思ったんですけれども、僕が使ってるのも言ったらサイズ的には SM でピッチリとして、腕の細めの男性ならちょうどいい感じので、最近ちょっとキーボードマウスでね、女性の方がゲームをするっていうのも増えてきたじゃないですか。なので僕のマネージャー、今こちらにいらっしゃるんですけど、もうあんまりキーボードマウスでのゲーム歴ってほぼないよね。ゼロですねこのアームカバーをつける前とつけた後で初心者の方がちょっとやってみるという感じでやりたいなと。で、それを僕が後ろから見ながら教えていけたらなと思っております。完璧？完璧です。よし、ほんなら多分これイヤホンつけたらな、でも俺の声ほぼ聞こえへんようになるんじゃかな。一回片耳だけにするか。片耳で。はい。これは？これこっちが右。右。こっちが左。で、もう別に耳かけない方がいい。耳痛くなるから。かける？それほんまあのかける式のイヤホンなんですけど、はい、かけずにそのまま耳に刺す。刺す。わかりました。うん。一回刺してみてください。左。どっち？右。こっちも右。まずつける前にトレーニング入りましょう。はい、はい、先生コメント見ない。はい、始まってるまず基本的に W 薬指、マジか。W が中指ですね。中、はい、中指で A が薬指、はい、人差し指で D、はい、はい、WASD。 おい、いいじゃないいいじゃない。しゃがみ L コントロール、これ、あ、これ、はい、あ、こんにちは。みんながよくやるやつ、はい、ジャンプ。あ、すごい。あ、いいやいいやいいや。スプリント中っていうのが走ってる時ですね。だから一回その前に歩いてみてください。はい、それやってる時にぶつかってもっぶつからずに。あ、そうそうそう、これ、あ、これみんな、これがスライディング、よくやるやつ。みんな、そう、ちょっと足が速くなるやつね。早く移動で。あ、ちょっと待って、早い。行ってあげてください。ベラハさん、早い。あ、すごい、これみんながよくやるやつ、これね。あ、そう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 、すごい。ちょっと待って、 SD 見失った。まあ、それあの、していいのはマウスマウスでしていいのもね。あ、こういうことか。はいはいはい、ごめんなさい。 F。 あ、そう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 、すごい。はい、グレネード入れ替えやから G やね。 G、 これね。で、投げるが左クリック、はい、投げてみ、投げてみ。もうそんな近いとこ投げたら、お前すごい。ちょ、逃げんと。おー、G で、ほんじゃホールのメニュー決めましょう。あ、これみんながよくやるやつ。そうそうそう。わ、すごい。もう開けたやつもこれみんながよくやるやつ。あ、みんながよく、あこれ感度合わなそうだったら、エスケープキーで設定開いて、エスケープ。エスケープキーはわかるだろう。あ、やっぱ俺の感度まんまや。なんで僕、はい、0.94 って僕自分で覚えたんで、いじってくださいね、そこ。わかりました。ロー戦士ってやつですか。ロー戦士っすね、これ。1.5 ぐらい。1.5。一回ちょっと。これこれ。SOG ぐらいで。1.5を読んで。はい。いきます。視点移動ちょっとしてみてます。で、しっくりくるか。あ、でも結構なんか今素手だから。うん。今ちょっとマウスパッド擦れてるでしょ、結構肌が。なんか結構そうなんですよね。今擦れててなんか痛い。痛いっていうか、なんかこれを感じる。ああ、マウスパッドを感じます。はい、すい。ほんなら次2つ目の武器をしとく、何でもいいですよ。はい、ほんなら次武器の切り替えを、ホイールの上やね。ホイールの上って何ですか。あ、これ。はい、じゃあクリックリってやるの。クリッ、あ、そうそうそう、これみんながよくやるやつ。これみんなよくやるやつ。そうそうそう。ほんで F をホールドすると、またホールドって長押しか、武器を交換できるのに、もう今持ってる武器と。あ、そういうこと。そう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 。交換できます。はい、みんなようやるやつや。そう、これもみんながようやるやつ。じゃあ武器に次目線合わせてから、こいつ、ナイスナイスナイス。おお、これか。で、はい、次長押しでピンメニュー開く。あ、お主は主審に承諾されている。喜んでるブラハも。次の案内人は。いや、僕はパスファインダー。
来ました。ユートリングで戦いたくてうずうずしてるけど、うずうずしてる。ダミー復活させよう。これ F ボタン長押し。 F めっちゃ使うんですね。うん、復活終わるまでずっと長押し。わかりました。はい、ナイス。お見事。ナイス。ありがとうございます。やったー。戦術アビリティ、じゃあサイドボタン、マウスの直してちょうだい。あ、これあ、これ回復できる。これみんながやるやつ。これこれ部員、部員、これ部員出た。部員出ました。部員が接続先がすごいことになったけど、死んでしまうこともある。あ、これ F。 あ、これみんな、これみんな開けてるやつやん。開けてるやつ。あ、すごい。全部拾っちゃいましょう、いったん FF。 これも全部 F で取っちゃって、取っちゃって。あ、これも、あ、そうそう、取っちゃって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 。あ、やった。やった。次は、はい、一回アームカバーつけずにバーって行きましょう。前に、はい、分かりました。ロボット出てきてると思うんで、そうだ、あの好きな武器選んで、はい、ちょ撃ってみましょう。分かりました。でもフラトラが今強いんでしたっけ。分かんないよ。分かりました。あとショットガンはなんかみんな持ってますよね。弾はーい。別に多分弾は無限やと思うけど、弾は拾っとかなあかんで、それ癖付けなあきまへんで。ほんじゃショットガンが欲しいのであれば、ホイールでヘムロックに変えましょう。ホイール A、はい、直してちょうだいドクター。ホイールマウスをホイールこっちにセンチがある。タイヤみたいな。そうそう、それでヘムロックに変えてショットガンのとこ走りましょう。長押しで拾っちゃいましょう。マスティフ、マスティフ行こうよ。わかりました。マスティフ行っちゃう。おいおい、もう出た。アーマー、アーマー、アーマーいっぱいある、そこに。よいしょ。赤、おお、バッグも黄色とかでいいんですかね。あ、もうその一列全部取っちゃっていいんじゃない。あの、そのアーマーがあったら。そう、そうじゃない。え、じゃあ後ろ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 、まだ取るのやめへんな。ちょ、後ろ。ほんなら、あいつだ。そう、一旦この距離から撃つってなったらフラットラインや。そうそうそう、右クリック長押ししてみてください。右、はい。みんなら覗き込む。あ、これでみんなクリックして撃つんですか。はい、そう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 。で、武器には撃った時の反動っていうものがあります。はい、弾が出ていきますから、すごいね、威力の高い弾が。そっか。だからグーってこう上に上がっていっちゃうのよ。そっか。それを抑えるために打ちながらマウスをちょっと下にこう下げていきながら打たないといけないですね。なるほど。これ、あ、ちょ、これ難しいんですけど。難しい。でもそこグワーって走り回ってみて、視点移動も加えながら、はい、で打ちながら打ちながら打ちながら打ったりして、打ったりして。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。誰に謝ってる今。視点移動もうちょっとしといた方がいいんちゃう。視点移動、視点移動、はい、そうですね。マウス動かしとかんと。確かに。アームカバーの良さが触りにくいんちゃう。そうですね。これむずいか、さすがにむずいか。ちょっと、まあ、初めだってはそうやな、むずいな。そうですよね。よし、ナイス、やった。全然視点移動しなかったけど。いやでもこれ、うん、なんか当たってるのがなんか気になっちゃう、うん、あー、やっぱりね、とってもやっぱ滑りやすくならないと、はい、まあ、手って基本的にね、ずーっとこう接地面に当てたら汗かくじゃないですか。で、汗かくと湿り気で滑りにくくなったりするんですよ。だからそれを抑えるためにもアームカバーっていうのは良くて。なるほど。で、マウスパッドも結構水分吸収するじゃないですか。はい。で、吸収するとまたそのマウスの滑りもそれで悪くなったりするんで、だから一回つけてみましょう。わかりました。これが噂の SS サイズ、はい、SS サイズですね。 SS、はい、S サイズです。で、ダンロップのアームカバーって小指に引っ掛けるやつがついてるんですよ。これの何がいいって、これがないとアームカバーってね、こうずれてきて二の腕の方に寄ったりして、なんかこうシワになったりするんですよね。言ったら、もうちょっと今わざとやってみるんですけど、はい、ピンって張らない状態、こういう感じになったりするのよ。ほんならこの段差がめっちゃ気になるね。でもダンロップのやつはこれ小指に位置ずれ防止っていうか、こう引っ掛けるやつついてるから、でここしっかりとこれグリップめっちゃあるから、こう奥までやるとずーっと常に張った状態を維持できるんですよね。だからね、めっちゃ利用してます。なかなかないんですよ、ほんまに。そうですね、小指に引っ掛けるタイプっていうの。確かに。はい、いい感じですか。いい感じです。はい、ほんならそれで一回やってみてください。あ、でもやばい。これすごい。いや、すごいでしょ。え、これ感動するでしょ、アームカバーって。え、これマジっすか。はい、これはすごいっすわ。よし、いきます。はい、やーやー。きたーきたー。じゃあ次覗いて撃ってみよう。の覗く、うん、違う、どれですか。右クリック。、はい、でそれ覗きながら撃ってみよう。はい、じゃあ
でも良くない良くない良くない。なんかなんで打ち上げたんだろう。え、なんかびっくりしちゃって、うん、え、なんか本当に何だろう、滑らか、ね、そうそうそう滑らかで、なんか素材がなんかツルツルしています、うんうん、でどんな人におすすめかっていうと、はい、汗かきやすい人とか、うんうん、あと老戦士の人、老戦士の人ってもう机にも腕を乗せて、この腕でこうやって視点移動して、で細かいエイムを手首だけでやったりするんですよ。はいはいはい。だからここは常にねマウスパッドの上にある状態やから、そっか、そういう人にめちゃくちゃおすすめ。なるほど、いきます。はい、ちょっと練習しながらね喋ってきますんで、ちょっと練習してください。ヘビアも切れました。ヘビアもほんとは拾いに行ったりだな。で皆さんダンロップってやっぱそのテニスだったりとかアームカバーのイメージってあんまりないと思うんですよ。確かに。でもまあ最近ねこうやって e スポーツというか FPS だったりとかゲームがすごい流行ってきてるし、だからねマジでいいぞダンロップ。え、本当にマジでいいです。うん、え、マジでいいです。この遠い時にみんななんか2、4倍とかくれみたいな。あ、そう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 、一回ちょっとつけてみようか。じゃあ白色が10倍、青色が1、2倍と2倍、まあ2倍がいいんじゃないですかね。2倍、それ1、2倍やな。あ、まず一回10倍つけてみようか。10倍、それ、それクワガタ、うん、F、クワガタってみんな言うてるやつやね。クワガタ、うん、取りすぎやね。で今10倍つけたから、それで一回覗いてみる。右クリックでのほらめっちゃ見やすいでしょ。確かに。おお、まい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 。ほんなら次2倍いこう。2倍 F F で次それで覗いて打ってみよう。いや、おちょっと見やすくなる。確かに。あ、来た来た、ナイス。じゃあ次3倍つけてみましょう。3倍、これもっと倍率の高い。はい、おお、すごい。おお、いっちゃいます。いやー、はい、うまい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 。これもう実践いこう。いきましょう。いやー、すっごいなこれ。ほな左下のトリオ、トリオでいいでしょう。準備完了。準備完了。これトリオってことは、はい、他の人が2人入ってきます。わかりました。はい、え、大丈夫かな。もう一人ではない。大丈夫かな。あんだけ弾当てれたら十分です。あ、もう降りた。これが今ついていってる状態なんで、まあ、初めは別に同じ位置に降りちゃってもいいと思うっすわ。でもそれめっちゃ嫌われるやつじゃないです。はい、めっちゃですね。あ、いいか、いいですね、いいですね。おお、でもいけたやん、いけたやん、いけたやん。行きました。離れることできたやん。やった、えぇ、ほぼ一緒の位置やったけど。あ、じゃあ、あ、ごめんなさい。武器拾わんと、武器拾わんと。武器。まあゆっくりゆっくり、はい、一個一個確認しながらやっていきましょう。わかりました。敵がいるの。いや、なんじゃ、これ浅いながらあれ、敵のシールド割ったよって。パスファインダーが一人離れてるところに置いてるね。で、これはエネルギー。いや、でもなんか今思うんですけど、はいはい、今全然こいつを感じない。おー、なるほどなるほど。嬉しいです。マウスパッドね。はい、まあそれ、そのカラスのマーク出てる方に走っちゃっていいよ。わかりました。そっちに今パスファインダー向かってるから。あのパスファインダーすごいな、なんか。これは何ですか。これはトレジャーパックやから別に取らなくてもいい。わかりました。え、めっちゃ強くないか、あのパスファインダー。じゃあパスファインダーの方向かおうか。わかりました。これ早速戦いになるかもしれんよ。はい、あ、いた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 、これ、こいつ、あ、撃っちゃった。あ、でもいる。敵をダウンさせた。あっちに敵が。それ、味方。あ、味方。さあ、行こう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 。そっから、そっからその武器撃っても。あれ、もう終わった。終わったんじゃないかな。早いな。これみんなようやるやつ。これみんなようやるやつ。ハイパン。おお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 お。強すぎない、このパス。シールドバッテリーとか欲しいやつを拾っていこう。わかりました。モバイルリスコンピーポンは。リスコンピーポン。モバイルリスコンピーコンね。それ取っといていいんだよ。からわかりました。あ、マジドキドキするこれ。いや、そうでしょう。これすごいですね、よくね、みんなね、マジでみんなすごいですね。ちょっと画面外に僕いるんで。はい。一旦僕ノーアドバイスできます。マジっすか。はい、ライフラ取られたんでブラハ行きます。はい、すごいコメントと会話して。あ、いや、ありがとうございます。皆さん本当にアームカバーはめっちゃいいです。本当に何も感じません。ランページよーし、バックパックエヴァ8ランページ。あ、なんか押しようとする。あと1分。あ、君ですか。F、 お、ショットガン F、 3倍スコープ。いや、
え、めっちゃやられてるじゃん。お、やった、1キルしました。ナイス。その距離で、その距離で、あ、すごい。でもごめんなさい、みんな。ちょっとね、やったー、嬉しい、嬉しい。めっちゃ漁夫、めっちゃ漁夫。ごめんなさい。いや、大事っすよ、漁夫大事っすよ。やったー、ナイス、やったー。3投目や、やった、嬉しいけど、でもめっちゃ狙われる気がする。めっちゃ狙われる気がする。いや、オーケー。撃たれてる？誰ですか？左。左？うん。左。やばいやばいぞ、やばいぞ、これ。あれ、根本的な問題かもな、これ。右左が分からないか。そうですね、右左、うん、ちょっと学び直します。まあでも三立てしたからな。確かに三立て。うん、そうでした、嬉しかった。かなりでかいっす、これは。さすがにダンロップ、さすがにダンロップさんのおかげですよ、うん、だって本当に滑らかにいけたのはこの子のおかげですよ、うん、楽しいな。おもろいっすよね、こうやって教えてくれる方がいらっしゃって、しかも贅沢なぐらい上手い方。いやー、まあ、そりゃそう、うん、そうなんですよ。それはそうだね。じゃあ戻りましょう。わかりました、味方の方向けましょう。いや、そっちじゃないな。楽しみに行こう。あ、これ2位だったの？ナイスライン。すごい。ありがとうございます、先生。え、嬉しい、嬉しい。いや、でもね、本当なんかこう NPS をやってて、急にあ、これ上手くなったな自分っていう瞬間があるんですけど、その瞬間が僕2回感じれたことがあって、1回目が感度を変えた時で、もう1個がアームカバーをつけた時なんやな。だからもしアームカバーつけてない人でもっと上手くなりたいなって思う人は絶対つけた方がいいと思う。それはでも本当に思いました今日、うん、初めだってワンマガジンで100っていう数字が出ることがもうほぼほぼなかったから、それ感度いじってアームカバーつけてから100っていう数字よく見るようになったね。あ、そうなんですか、うん、結構コメント欄の皆さんってつけてる人が多いんですかね。いや、どうなんやろ、結構つけてない人の方が多いんじゃないかな。まあ、パッドの人は関係ないね。でもあれみたいな感じじゃないかな、スティックの部分につける繊細な操作ができるようにするアタッチメントみたいな感じ。うーん、敵？いや、きっと、あの時サンマシンガン持っとかないといけないです。わかりました。わかりました。これは死を、死の背中を見て学んでいきます。頑張ってくれ。ナイス。ナイス。これよ、これよ、これよ、ライフラインでこれがあんのよ。すごい。あ、甘すぎ。俺。ちょっと待ってくれ。無理。で、裏画面行った。強ない。ちょっと強ない。強ない。でもすごいです。先生すごいです。いや、ありがとうございます。ありがとうございました、本当に。ありがとうございました、本当に。では皆さん、ぜひダンロップをご利用してみてください。あ、はい、これね、こちらです。こちらダンロップのアームカバーでございます。 ML サイズもあります。はい、 ML、S、SS、S から M か、はい、ありますので。そんなの、皆さん本日配信あり、視聴ありがとうございました。この配信はダンロップさんの提供でお送りさせていただきました。お疲れ様です。